ルールを守った企業活動、コンプライアンス。おはようございます、マサルです。今回はコンプライアンスについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート令和2年秋問い2。企業が社会の信頼に応えていくために法令を遵守することはもちろん、社会的規範などの基本的なルールに従って活動する、いわゆるコンプライアンスが求められている。 A から D のうちコンプライアンスとして考慮しなければならないものだけを全て挙げたものはどれか。 A 交通ルールの遵守、 B 公務員接待の禁止、 C 自社の就業規則の遵守、 D 他社の知的財産権の尊重。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、 A から D 全てを考慮しなければなりません。それでは解説していきます。コンプライアンスとは法令遵守と言われるように、法律や条例といった法令を守ることだけを指す言葉のように感じますが、 IT パスポートにおいては社会的規範やモラルを守ることもコンプライアンスに含まれます。具体的にどのようなルールやモラルを意識することがコンプライアンスなのか、いくつか例を紹介します。まずは法令、法律や条例を守ります。次に社内ルール、業務マニュアルなどを作ってルールを守ります。さらに企業倫理、道徳や規範を意識して企業活動を行うことが求められます。このようなルールやモラルを守った企業活動がコンプライアンスです。ただコンプライアンスを意識した企業活動をしていきましょうというだけでは不十分です。コンプライアンスを意識した企業活動をする仕組み作りが必要です。そのための具体的な取り組みとして、マニュアルの作成、社員教育、不正させない仕組み作りが必要です。では先ほどの問題を見直しましょう。 A から D のうちコンプライアンスとして考慮しなければならないものだけを全て挙げたものはどれか。正解は A から D 全てが該当します。A の交通ルールの遵守は道路交通法を守るということなので、コンプライアンスとして考慮されます。 B は公務員が職務上の利害関係を有する者から接待を受けたりすることが公務員の倫理規定で禁止されています。よってこちらも考慮する必要があります。 C の自社の就業規則を守るのもコンプライアンスの一つです。 D の知的財産権は法令によって保護されているので、もちろん対象になります。よって全ての選択肢が該当します。ここまで勉強して、自分にはコンプライアンス違反なんて関係ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、コンプライアンス違反は実は結構身近にあります。いくつかコンプライアンス違反の事例を紹介します。まずは USB メモリの紛失。業務用 PC 端末に挿した USB メモリを紛失してしまい、記録されていた大量の個人情報が流出したという事例があります。最近はカフェなど公共の場で仕事をする機会が増えており、紛失のリスクが高くなっています。紛失のリスクをゼロにすることはできませんので、機密情報は原則持ち出し禁止にする、情報を暗号化して保存するなどのルール作りが大切です。次は業務上仕入れた情報を私的に利用した事例です。有名 YouTuber を接客した担当者が、その YouTuber に SNS で DM を送ったところ、コンプライアンス違反であるとされる事例がありました。ストーカーなどの被害も考えられますから、いきなり DM が来ると怖いですよね。このようなことが起きないように、企業では社内教育の実施が必要です。コンプライアンス違反が起きると企業は社会的信頼が失墜してしまうので、しっかりコンプライアンスを意識して活動することが必要です。ではコンプライアンスに関する問題、もう一問挑戦してください。 IT パスポート令和5年問い25。企業の行為に関する記述 A から C のうち、コンプライアンスにおいて問題となる恐れのある行為だけを全て選んだものはどれか。 A 新商品の名称を消費者に浸透させるために、誰でも応募できて商品名の一部を答えさせるだけの簡単なクイズを新聞や自社のホームページ、雑誌などに広く掲載し、応募者の中から抽選で現金10万円が当たるキャンペーンを実施した。 B 人気のあるウェブサイトを運営している企業が、広告主から宣伝の依頼があった特定の商品を好意的に評価する記事を、広告であることを表示することなく一般の記事として掲載した。 C フランスをイメージしてデザインしたバッグを国内で製造し、原産国の国名は記載せず、パリの風景写真とフランス国旗だけを印刷したタグを添付して販売した。
どの記述がコンプライアンスにおいて問題となる恐れのある行為でしょうか。正解は B と C がコンプライアンスにおいて問題となる恐れがあります。まず A は問題になりません。商品名を認知してもらうために企画を行い、抽選で賞金が当たるような企画です。いわゆる懸賞ですね。こちらは問題ありません。 B はステルスマーケティングや不正レビューに当たります。一般消費者が広告であることを認知できるように宣伝しなくてはコンプライアンス上の問題になります。 C は国内で作られたバッグがいかにもフランスで作られたかのような誤解を与える状態で販売されています。一般消費者が原産国を判別することが困難な場合、原産国以外の国名、地名、国旗等を表示することは誤認の可能性があるため禁止されています。よって B と C の行為が問題となる恐れがあります。さらにもう一問いきましょう。 IT パスポート平成31年春問い27。企業がコンプライアンスを推進する上で配慮が必要なものだけを全て挙げたものはどれか。 A 加盟する業界団体の定めたガイドライン、 B 社会通念や習慣、 C 社内規則、 D 法律。どれに配慮が必要でしょうか。正解は A、 全てに配慮が必要です。コンプライアンスは法令遵守と言われますが、法律や法令だけではなく社会通念や習慣などさまざまなルールやモラルを守ることが求められます。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和2年秋問2、 A から D のうちコンプライアンスとして考慮しなければならないものだけを全て挙げたものはどれか。正解は A から D、 交通ルールの遵守、公務員接待の禁止、自社の就業規則の遵守、他社の知的財産権の尊重、全てを考慮しなくてはいけません。コンプライアンスとは法令を遵守することはもちろん、社会的規範や基本的なルールに従って活動することがコンプライアンスです。次の問題、 IT パスポート令和5年問い25。コンプライアンスにおいて問題となる恐れのある行為だけを全て挙げたものはどれか。正解は B と C。 B はステルスマーケティングや不正レビュー、 C は消費者に誤解を与えるような状態で販売されているので問題となる恐れがあります。少し余談ですが、過去の IT パスポートではこの問題のようにコンプライアンスとは何かが分かっているかを問う問題が多かったです。その分勉強も簡単でした。しかし最近は出題傾向に変化があり、先ほどの問題のようにどのような場合がコンプライアンス違反になるのかを考えさせる問題が増えています。なので皆さんもコンプライアンスとは何かを覚えるだけではなく、さらに一歩踏み込んで何がコンプライアンス違反になってしまうのかを考えてみてください。それでは今回はコンプライアンスについて一緒に勉強しました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人目指して頑張っています。現在のペースでは2024年の1月18日に5万人達成見込みです。達成かなり厳しくなってきました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。